アベーヌ・シュル・エルプは、フランス、オード・フランス地域圏、ノール圏のコミューン。アベーヌ・シュル・エルプは、丘陵と果樹園、生垣で区切られた農地が広がるボカージュ、小さな村々が、特徴のアベノワ地方の語源となった地である。アベノワ地方をエルプ・マジュール川が流れる。アベエヌ・シュル・エルプは、行政上アベノワ地方、地理的には、アルデンヌ地方、歴史的には、エノー、景観は、 ティエラシュ地方にそれぞれ見なされている。アベーヌ・シュルエルプは、モブージュから 17.5km、モンスから 36.5km、バランシエンヌから 39km、シャルルロワから 47km 離れている。対ベルギー国境へは、約 15km である。1107年にデイビスニツ、1131年には、ベスン、そして、アルターでベスニツと記されている。 フランス北部には、アベーヌという地名が数箇所あり、それらの古い地名は、アベーヌシュルエルプの古い名称と似通っている。アベワンという名称を古いあり方で解釈すると、痩せた土地を意味するテールメイグラであるとするのは、疑わしい。アベワンの古い形が、アベイン、アベンヌ、または、アベインと常に表される。しかし、最古の形でベスンズは、常に、これらと異なり、 イビスナ、イビスニツ、ベスナであった。また、ゲルマン語の普通名詞、イビスナ、または、フィスナを参照すべきだろう。音声学的により牧草地に適した名称である。さらに、ベスンズは、フランス北部でのみ、典型的な地名である。他の普通名詞とともに、この地方固有のゲルマン起源の名詞であろう。大通りとサンニコラ協会現在のアベーヌは、 行政とサービスの街である。多くの行政関係や公共サービスが存在する。自治体の行政サービスのほか軍庁、財務局、税務署郵便局、商工会議所、貿易局、自治体間連合庁舎もある。安倍ーには大震裁判所があり、2006年11月24日より地区裁判所が発足した。ありがとうございます。